食品表示に書かれた様々な栄養素の含有量栄養素とは栄養のために摂取する物質である。生物が代謝する目的で外界から摂取し吸収する有機栄養素の内糖質、タンパク質、脂肪は多くの生物種が利用可能な栄養素であり三大栄養素と呼ばれる。栄養学上、炭水化物のうち人間が 消化不能な食物繊維を除いたものを糖質と呼ぶ。三大栄養素の一つとして炭水化物の語を用いる時は主に糖質を指す。エネルギー量は脂肪はおよそ9キロカロリー G、タンパク質、炭水化物はおよそ4キロカロリー G である。また、人などの腸管内に住んでいる腸内細菌はビタミン B2 ビタミン B6 ビタミン B12 葉酸。 ビオチンパントテン酸といったビタミン B グニやビタミン K の合成を行っている。微生物を殺す作用のある抗成物質の投与によって腸内細菌の状況が変化し体内でビタミンが合成されずビタミン不足となることがある。なおビタミン B12 は動物性食品が由来であるため厳格な菜食主義者である女性は ビタミン B12 不足に陥るリスクが高いとされる。ビタミン D は人の皮膚に太陽光に含まれる紫外線が当たることでも合成される。顔と手のひらだけに紫外線を浴び、7月の日本の北海道札幌、茨城県つくば、沖縄県那覇では10マイクログラムのビタミン D 生成に必要な日光浴時間は10から20分であり、12月では それぞれ139分、41分、14分となり大幅に増加する。紫外線が皮膚に有害となるのは、その約2倍から3倍の時間浴びた場合である。栄養素のように成長や生命維持に必須ではないが、食品成分のうち生理学的機能を持つものは、栄養素と同等に扱われることがある。日本においては、厚生労働省が食物繊維や、 カロリーなどの食品の要素についても栄養素と同列に扱い、食事摂取基準の策定栄養素に統合し、保健政策の指針として提示している。言い換えると、生命維持の範囲を超えるものでも、健康の増進と公共の福祉に資するために、保健施策として機能性食品成分の存在や摂取量も重要とみなすことがある。例えば、タンパク質、脂肪、 炭水化物のカロリーベースでの摂取バランスのことをそれぞれの頭文字をとって PFC バランスという。この中で脂肪の比率を25から30%以下に抑えることが生活習慣病を予防するための食生活指針の考えの一つとなっている。炭水化物は一般的に60%前後と最も多く必要だと考えられており、 日本の食生活指針では炭水化物を主に提供する食品を主食としている。日本の食事摂取基準で栄養素と定義されるものに食物繊維がある。食物繊維は人が食物として摂取する多頭のうち難消化性のものである。以前には、例えば玄米には栄養素が多いが食物繊維等の未消化物も,も多いという理由で7分付きに 生白した米の摂取を推進するなど、食物繊維は長年役に立たないものと考えられてきた。しかし、1970年前後にバーキットが、食物繊維の摂取が少ない都庁の病気が増えるという仮説を報告し、広く認識されていった。今では、研究が進んだ結果、食物繊維の有用性が明らかになっている。2003年、世界保健機関と、 国連食糧農業機関による食事、栄養と生活習慣病の予防では、肥満、苦型糖尿病、心臓病のリスクを下げると報告し、玄米のような全粒穀物を進めている。日本では2000年の第6次改定日本人の栄養所要量から栄養素として公式に摂取量が設定された。一般的には古典的な栄養学の考えに基づく義務教育の影響もあり、 タンパク質を体の素材になる栄養素、炭水化物と脂肪をエネルギー源、ビタミンを潤滑油、ミネラルを骨や葉の材料と単純化して理解することが広く行われている。しかし、本質的にはいずれも体を構成する細胞の構成物質として重要である。例えば、細胞の細胞質基質は水の他にタンパク質を主成分としているが、 細胞の内外や細胞小器官を区分する生体膜は臨死室を主成分としている。細胞表面には細胞の相互認識などに関わる糖尿が存在するが、これは炭水化物で構成されている。消化器を持つ生物は口から食品を摂取し、胃や腸で食物を分解し、栄養素として吸収する。人が何らかの理由でこうした通常の食事が行えない場合には、 消化管までチューブを通して栄養を送る、経管栄養や点滴静脈注射が行われる。高校内の粘膜は栄養素を吸収しやすく、消化管経由の消化、吸収よりも素早く、血中に物質を送り込める場合があるため、薬剤投与の一経路として利用されている。例えば、ビタミン B12 欠乏症に対して、消化器官からの吸収であるビタミン B12 の 経口摂取による投与と、口腔内から吸収である舌下からの摂取は、どちらも欠乏症に有効であった。ビタミン C 錠剤を飲むより、ビタミン C 入りのガムを噛んだ場合、血中のビタミン C の上昇が速やかに起こり、また、吸収量が多いことが分かった。ありがとうございます。